この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ？偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの均衡をぶち壊そうとしてるとして、まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのかわかんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただし、トンズラはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと、何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなると、うちは真っ二つじゃん。そしてその時清流会とコミジュルがどう動くか、頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったら、ここにいる全員楽には死ねないからね。そこそこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。分かった。もう知ってると思うけど、コミジュルは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあ分かった。おい、私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね。
何見てるんですか。ほら、気を上がってこいよ。俺の番ね。来てみろ。絶対負けない。さあ、来なさい。俺の番だな。なめるな。ぶっ飛ばしてやめんな。行きますよ。私の番ね。どうするかね。うん、逃げるなら今のうちだ。こいつだ。なめんなよ。なめる。これで。じゃあ来た。かかってこいよ。来てみろ。よし、行くぞ。ほら来いよ。見てろよ。あっつぶっ飛ばしてやる。俺の番だな。よし、ザコが俺の番か。やるか。いい楽勝だぜ。やんのか。ほいきた。とっておき。なめんなよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。どうするかね。で、私の番ね。来てみろ。ぐっちゃぎだ。俺の番ね。なめんな。うし。だ。俺の番だな。とっておきだ。よし。とっておき。やってみろ。俺の番か。見てろよ。なめんなよ。やんのか。ありゃ。ほら来いよ。私の番ね。見てなさい。頑張って回復。よし、行くぞ。見せてやるよ。どうするかね。よし、勝ったな。腰が張るぜ。何見てんだよ。なんだおい。脱散させてもらう。放射しねえぞ。俺の番ね。なめんなよ。とっておき。なめんな。よし、来やがれ。かかってこいよ。俺の番だな。とっておきだ。
これで逃げるな。やめんなよ。俺の番か。熱いね。だらっ。行くぞ。ほら来いよ。やめんなよ。行くぞ。くらえ。あんまり来た。見てろよ。なめんなよ。やめんなよ。私の番ね。とっておき。かかってこいよ。よし、行くぞ。どうするかね。今のうちだぞ。くらえ。ほら。俺の番ね。なめんなよ。よし。イノシキがれ。足立さん、この辺ってもう、ああ、すでにコミジュルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何、そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ？誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ。まさかコミジュルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カズカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、春日一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろんと来たか。みんな、危ない人じゃねえみてえだぞ。つまり、あんたコミジュルの人間だよな。そうね。え？どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの。ラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの？そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの。まあそうだな。美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう？いや、それならいいんだけどさそんなに怖がらないで。怖がるって、あれ、そんな風に見えちゃってる？大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう？まあたまに言われるんだけどさどいつもこいつもだらしないなんかずっと人気がないよな、この辺って。春日、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だ。なあ、そんな気がするな。私ももう引き返せねえってことか。どうしたの？ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わない。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね、
じゃあさっさと行きましょうよ。わかったわ。なんか女の戦い、おっかねえな。開けてみるか。やったぜ。蜘蛛の巣って意味らしい。なるほど、納得だね。てかこんなに電線引き込む意味って何なんだ。ご希望の品はこの一番上よ。おっと、何、何なの。脅かすなよ、たかがゴキブリじゃねえか。俺ん家で見るのよりやけにでかかったからつい。なあみんな、もっと驚くことがあるぜ。え、女が消えた。え、バカ野郎、一番なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい、静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た、ボウガンだ。コミジュルのやつか。どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いお面かぶりやがって。なんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言わねえのか。なら次はこっちから行くぜ。キャリアにパクされちゃう。負けねえぞ。おい、来た。ドンビラボー、来てみんな。ドンビラボー、来てみんな。やってくる。なめないでくれ。俺の番だな。まあ、ドンビラシッキャー、見せてやるよ。なめんなよ。私の番ね。俺の番か。ほら来いよ。俺の番ね。よし、行くぞ。よし、見てなさい。やめてみろ。回復。どうするかね。おい、来た。は？やらの勝ちだな。へへっ、強くなった気がするぜ。ちょっと、おい、
おう。てめえ、おい、無슨불만있냐、お前病動がないがね、かかってこい、ほい来た、バカなってやがる、ジャコがあっちじゃねえか、おみらも俺の番だな、とっておきだ、やんま、俺の番だ、ほら来いよ、開けてみるか、開いたぜ、
渡り切ってやったぜ。生きた心地がしなかった。生きてるのは奇跡だ。スカートの中見えなかったかしら。命よりパンツの心配かよ。お、はいな。見てろよ。なんだ？おでるぼんごにゃ。俺の番だな。見せてやるよ。やんのか。絶対負けない。私の番ね。やっ。逃げるなら今のうちだぞ。どうするか。ほら来いよ。てりゃ。見せるね。俺の番ね。よし。よし、行くぞ。やってやるぞ。俺の番か。だっ。で。なめんなよ。おい、来た。よし。直してきやがれ。勝ったな。まだ成長できるとはな。またいい女になっちゃった？開けてみるか。やったぜ。뭐야
お前、なんだ。さまっとしんな。よどもつりやめじま。容赦しねえぞ。俺の番ね。じゃあ、こら来いよ。死ぬね。とっておき。絶対負けない。うん、やってく。俺の番だな。やんのか。殺されたらしい。うん、何や。私の番ね。来てみろ。見てなさい。行くよ。私暇だよ。どうするかね。これで死ぬ。ほい来た。なめんなよ。トラニャ。よし、行くぞ。は？覚悟。ほら。よし。やっよ。で。なんだ。俺の番か。で。俺の番ね。俺の番だな。なめないで。大勝利ってか。かいいな。腰が張るぜ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。ちょっと虫が顔に当たってな。ったく驚かせやがって。それはこっちのセリフなんだけど。開けてみるか。開いたぜ。いいですね、皆さん。お見事でした。お前、ご無礼いたしました。お許しいただけますか。マブチの牢で俺らを助けてくれた。覚えていていただけましたか。嬉しいですね。こないだは助けてくれて、今回は襲ってか。こちらにも事情がございまして。申し訳ございません。何こいつ、嫌なやつ。ん？イケメンだって褒めてたろ。イケメンだけど、あいつは嫌い。私はコミジュルの参謀を務めております、ハン・ジュンギと申します。ハン・ジュンギ？なんでお仲間に俺らを襲わせたんだ。改めてあなた方のお手並みを拝見したかったもので、彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね。だんだん本気になっていくんで、正直ヒヤヒヤしましたよ。笑わせんな。
もっと本気出してもらってよかったんだぜ。で、俺らの実力は分かってくれたってか。ええ、あなた方はお強い。でも私一人で十分抑え込める程度かと判断しました。なんだと？そちらのご用件は承知しています。理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。まどろっこしいな。シンプルに言ってくれ、時間がねえんだよ。大事なことですからね、しっかり理解していただかないと困ります。だからバカにでも分かるようにお話しさせていただくつもりです。あくまで親切心からですよ。それで煽ってるつもりかい。バカで結構。俺のことどう思おうとこっちはへとも思わねえ。個人的には好きですよ、あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。完全に舐められてるな俺ら。言わしときゃいいんだ。ほんとムカつくイケメンよね。美人もイケメンも癖が強いのが多いな。まったくね。その点みんなはいいよね。どういう意味だ。なんでもない。コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません。あなた方は特別な客です。ですからもっと喜んでくれてもいいんですよ。なんだこりゃ。これが偉人町における我々のしのぎです。町の防犯映像、潜伏しているコミジル構成員の隠し撮り映像、その他様々なカメラを覗き見できるようになっています。ですがこれだけの情報システムです。維持するにはここの自家発電だけでは賄いきれません。そんなわけで町中から東電してるわけか。ええ、お察しの通りです。偉人町において我々は比較的に新参者でしてね、清流会やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取り、そのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけです。ああ、我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として自分たちの身を守っています。身を守っている。コミジュルの勢力は清流会やハンピン・リューマンほど大きくはありません。真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう。ですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが我々が生き残るための戦略となったのです。バランサー？どういうことだ。例えばもしハンピン・リューマンの誰かが清流会の島に手を出したなら、我々は即座にその情報を清流会に流します。均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も敵対組織に渡すので、そういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できます。また新たな火種の抑制にもつながります。つまり横浜は3つの組織の三すくみ状態というよりは、2つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのか。だからバランサーか。そういうことです。ハンピン・リューマンも清流会も我々には感謝しているはずですよ。感謝状をいただいたことはありませんがね。ちなみにもし火種を起こした人間がいたとして、その始末もコミジェルがやるのか。ケースバイケースですが、我々が手を下すケースが多いですね。そして少々痛い目に遭っていただくこともあれば、この世から消えていただくこともあります。あくまでビジネスとしての活動ですがね。じゃあもしかしてマブチももう始末したってことかい。ラオマーはまだご存命です。ですがあちらのモニターを。え？乙姫ランドの店長の死亡推定時刻、
その直前の店先が映っています。ラオマーとその一味の姿も。おお、これはまさに動かぬ証拠だ。俺らはこいつを探してたんだ。もちろん承知してますよ。今の映像を見ればマブチは黒、ハンピン・リューマンの蝶もそう納得するでしょう。は？しかしすぐにはお渡しできません。あなた方にはまだお目にかけたいものがあります。どういうことだ？ご覧になればわかりますよ。なんか雲行きが怪しくなってきたか。しょぼくれた声出すなって。頼むぜ相棒。近くまで行ってもらって結構ですよ。偽札、エンド偽札だ。また偽札？いや、マブチのとは別口か。どうなってんだ。ラオマーの偽札とは出来が違うわよ。あっちは所詮マフィアの一時しのぎ、少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。でもこっちはミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってるの。もう会えないかと思ったぜ。寂しかった？いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか？やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。ちょっと、ごたくはいいから話を進めてよ。あんた誰なのよ。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。じゃあご紹介差し上げましょうか。はい。何なの。皆さん、こちらはソンヒ、我がコミジュルの総帥です。総帥？この姉ちゃんが？コミジュルのボスは女？マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。箱に詰められた白紙の束。白紙の束、箱に詰められた。ああ、見たよ。あれはとても特殊な紙なの。大陸の工場で成分を調合されて生成されたものをハンピン・リューマンが取り寄せてるの。中国で作られてんのか。なるほどね。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。え？じゃああんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を。盗んでないわよ。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだから。あ？どういうことだ。まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届く。そしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよ。ハンピン・リューマンの誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだ。全てハンピン・リューマンのトップ
蝶よ。じゃあ蝶はそれを知ってるんだな。もちろんよ。蝶に黙ってそんなことできやしないわ。あの紙は日本円の偽札の材料。じゃあ人民元の方はどうなんだい。あれもコミジュルのビジネスなのか、それともやっぱりハンピン・リューマンの。そのどちらでもない。え？あれは言うならハプニングね。真淵の部下がある日倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。その男はかつては偽札ビジネスを生業にしていた人間だったの。そして真淵に提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れるってね。真淵はその話に乗ったってまでよ。真淵が考えたんじゃねえってことか。ふん。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、真淵はそんなに頭の切れる人間じゃないわよ。いい部下を持ってラッキーだったのは事実かもね。蝶は真淵が人民元を作ってるの知ってんのか。あんたから教えてやんなかったのか。教えたわよ。でも蝶はすでに知ってたわ。でも見て見ぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたら蝶だって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるから、蝶もやめたくはない。それに真淵の会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。それが蝶の判断なんでしょう。じゃあ真淵は同じ紙で日本円が作られてることは当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえ、もったいないことしてくれるよね。あの紙は円をするための特注品、オーダーメイドなのに。オーダーメイド知ってる？円の紙はミツマタって植物から作られるの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ。ある筋からその情報は漏れていた。もう何十年も前に。何十年も前？そんな話警察でも聞いたことねえぞ。でしょうね。あなたじゃまだ若すぎるもん。え？ああ、いや意外と若くもねえんだな。真に受けてんじゃないっつも。そう。だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を、なんであなたは持っているの？一番。お。やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにも存在してはいけないはずのもの。あなたはどこからこれを？我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然その偽札を手にしているお姿もです。ですからゆっくり話を聞かせていただきましょう。我々はようやくその機会を得た。待った。事情は分かったがよ、そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。本当に何も知らないの？本当だよ。私が撃てないと思って舐めてるの？いや、やるときはやる人だって思うぜ。念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。知ってんじゃねえか。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃないしね。もっと言い方ってもんがあんだろ。でもお前は違うな。ナンバー！俺が何だって言うんだ。
お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を。なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ。難波は村長に俺を手当てするように言われて。それで。じゃあナイチンゲール症候群、看護師が患者に惚れちゃう。あれ違うだろう。お前はこの偽札がコミジュルのものだと知っていたな。どうなんだ。答えな。ナンバ、まだ総帥が話し中だ。ナンバ、お前。黙ってちゃ話が進まないよ。お前は誰なの。ナンバユウ、41歳、元看護師。あのね、そういうことを聞いてるんじゃ。秋葉翔一は俺の弟だ。え、秋葉翔一、フリー記者の。秋葉はペンネームで、本名は難波翔一だ。秋葉翔一はあんたの弟。よ、待てや。何の話してんだ。半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。その名前が秋葉翔一。ところが偉人町に入り込んで数日後、どこかに消えた。どこかに消えた。とぼけんじゃねえ。その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジュルの連中にな。お前ら、あいつを、弟をどこにやった。そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。偉人町には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に入り込むことはできねえともな。だから俺はホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからならコミジュルを近くから監視することもできると考えて。そうだ。でもずっと何の糸口もつかめずにいた。お前が来るまではな。一番、お前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ、俺以上にお前は何もしやしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあ、お前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃ、これ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバ、でもこんなことになるなんて。すまん一番、すまんみんな。ナンちゃん、お前ら俺の弟をどうした。
殺したのか。弟は生きてんのか、死んでんのか、それくらい教えろ。教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。俺を殺してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。よう、ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ。俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。さっきの言葉証明してみせましょう。私の番ね。今までよく生きてこられたものだ。なめるな。手置き元気出して。しゃあ見せてやるよ。その程度で自慢されても困る。ネット飛ばして。うらえ。こいつでどうだ。どうするかね。やってやろう。だ話すな。やるか。よし、見てなさい。やめんな。ほら、やるぜ。とっておきだ。ほら、絶対負けない。俺の番か。セレア。プレゼントだ。バリバリ行くよ。やるか。しびれだ。ザコが。とっておき。しゃあ、俺の番。ほら。すっきりしましたね。ほら来いよ。うらえ。苦しむがいい。苦しい。しんどいな。皆さん、とろくさいですね。してみろ。行くぜ。セレア。おやすみ。うん、
なめんなよ。やってみろ。さあ覚悟しな。見てなさい。春日とカスって言葉似てますよね。確か苦しい。立て直さねえと。見せてやるよ。ぶっ飛ばす。くらえ。プレゼントだ。なんとかしんだ。ちょっとしんどいな。ほら。バリバリ行くよ。よし。やんのか。セーレア。そこだ。ほら来いよ。苦しい。しんどいな。どうします。く。苦しい。立て直さねえと。とっておきだ。ところだった。よっしゃ。強くなったか。よっか。やるもんですね。逃げるぜ、ナンバー。一番。立てナンバー。すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ、やってやるよ。お前殺すの朝飯前ね。しねえぜ。よし、行くぞ。なめないでくれ。なめんな。見せてやるよ。ドンビラボーイ。来てみろ。私の番ね。やっぱり行く。ザコが。どうするかね。俺の番だな。なめんな。ドンビラゴン。なめんなよ。俺の番か。勝ったな。強くなった気がするぜ。よっしゃ。やってくれたね、カスが一番。可愛げのあるバカだと思ってたのに。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないドSのアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな、昭和の女。出ないと痛い目見るよ。チュゲドサンゴロッサ、チュイッタナチュジマ。バッバッチなマイラ。ほら、来いよ。なあ、ほら来いよ。たまにボンゴニャしてみろ。俺の番だな。ドンビラゴ、とっておきだ。ぶっ飛ばしてやる。どうするかね。出ろ。ちゃぎだ。これで。危な。よし、行くぞ。ジョラニャ、見せてやるよ。絶対負けない。お前、殴ることもできないのか。私の番ね。俺の番か。やってやろう。よし、楽勝だ。
バリッキガバリオ。くそ。よ、ナンバ。なんだ。体のしびれはもう動けそうか。なんとかな。大丈夫だ。なら時間を稼いでやる。動けるうちにあんた行け。でも悩んでる暇はねえ。行け。でもお前ら。なんとかする。それにあんたが生き残ってなきゃ弟さんの行方は誰が追うんだ。俺は弟を探すために、それを隠してお前らを巻き込んで。あんたは命の恩人なんだ。もし弟さんを探してることを最初から知ってても、俺はあんたに加勢してたぜ。結果は同じだ。俺はそんなにケツの穴の小せえ男じゃねえよ。気にすんな一番。でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツの、っていうか気持ちは同じだっての。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか一番。しつけえな。早く行け。すまねえ。いや、ちょっと行かせねえよ。逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ、孫一さんよ。貴様ら、そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。あごなんてにゃ容赦しねえぞ。なんだ、どうしようものかにゃ。俺の番だな。とっておきだ。やってみろ。よし、やっといく。どうするかね。してみろ。よし、いざ。私の番ね。見てなさい。ほら来いよ。頑張って。よし、ありがとう。俺の番か。てっ、てっ、ぐっちゃぎた。よし、してみろ。俺の番だな。大勝利ってか。お前たちの力を見誤っていたよ、春日一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。何？半純儀まだやんのか。あらった、ナンバヌン、イジンチョエソ、パンデシチャバ。ソンヒ、ナンバは取り逃がしたとのことです。ソンヒ。くっ。やったね。お前たちは自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったのはそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば、イジンチョウは無種の血となり瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ。でもそれってクリーンな町になるってことでしょ。いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。町の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんたナンバを探し続けるつもりか。当たり前だ。ナンバーまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて必ず奴を見つけ出す。見つけて
どうする？もちろん殺す。どうしても？当たり前だ。じゃ俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り俺らもナンバを助け続ける。じゃあとはお互いの根比べだ。どっちが先に根を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。まったく、なんて野郎だ。そうムキにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもれねえか。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。春日。は？今夜2時、中華街の平安楼本店に来い。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンバを生かすも殺すも、その人間次第だ。なんだと？遅れるなよ。平安楼で何があるってんだ？さあな、俺にわかるわけねえだろ、足立さん。夜中の2時までなら、まだ時間あるよ。ああ。なら、それまでに調べときたいことがある。何？ナンバー、ホームレスになりすまして半年間、コミジュルを探ってた。そういう話だったよな。うん、孫悲はそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバーの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていれば、コミジュルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか？ちょっと、今更何言ってんの？私も行くに決まってるでしょ。いらっしゃい。ありがとう。お、あの、
ですね。ちょっと、おい。ねえ。ん？おう。そうか。
ここをこうして。あとちょっと。あれは？の？どうした？そこのローズブロッサムって結構有名なキャバクラなんだよ。こんなとこにあったのか。へえ。最近こういう店行けてなかったし、キャバクラに飢えてたんだよな。私キャバクラのママなんですけど。それはそれ、これはこれだ。大地、お前ずっと素じゃねえか。なんであんたら相手にビジネスモードにならなきゃいけないのよ。ママ。さっちゃんのビジネスモードも見てみたい気がするが、それはそれとして、後でこの店みんなで行ってみるか。本当か？自慢じゃねえか。金ならないぞ。誘っておいて払わせるなんて野暮なことはしねえよ。よっしゃ、春日が神に見えるぜ。私は行かないわよ。オフの時までキャバクラにいるつもりないし、うちの店抜けた子とかいたら気まずいし、どっかで時間潰してるから。私に構わず、行くときは男たちで楽しんでらっしゃいな。そうか、気使ってくれてありがとうよ。楽しみだな。どんな子いるかな。ブレねえな、足立さん。勝てると思ってんのか。俺の番だな。とっておきだ。100万年早いんだ。勝ちだ。シェー、なんかもうなんとかくれってビビってんのか。私の番ね。ザコめ、生きてみろ。よし、行くぞ。おい、オラ、こっち見ろよ。ぶっ飛ばしてやる。行くぞ。オラ、来いよ。オラ、こっち見ろ。絶対負けない。俺の番か。来てみろ。行くぞ。しんどいね。じゃあ、こめ。なめんなよ。立て直さねえと。おい、おら、おら、おら、てえ、どうするかね。だっ、てえ、こっち見ろよ。なんとかしないと。ちょっとしんどいな。大勝利ってか。Thank you.
何見てんだよ。てめえ、おい、お前なんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。マジか。なあ、はあ、ちょっと。本当にここだよな。誰もいねえじゃねえか。そんなビビった声出さないでよ。怖いの？元刑事でしょ。直近は何年も教習所員だった。足立さんは怖いんだよ。高級店ってのが苦手なんだろ。まあ定食屋が専門なんだな。何よ、情けないわね。すまん。時間通りのご到着ですね。でも皆さんはもうお待ちですよ。別に遅刻じゃねえんだ。謝る気はねえよ。もちろん私に謝罪など結構です。とはいえあの方たちをお待たせしていることはお伝えしておこうと思いまして。あの方たち誰なんだよ。さあどうぞこちらへ。ご心配なさらずに春日さん。今ここに危険がないことはこの反順義が保証します。さっき俺らに銃を向けてたおめえに言われても信じらんねえな。ここは肉の壁の外です。先ほどとは状況が違います。お分かりで。入りなさい。孫妃の声ね。だな。いや、春日くん、元気？超。それに何？あのおじいちゃん、誰なの？こら、やつは星野竜兵、青龍会の会長だ。え？ということは、じゃあこの3人は。偉人さん、そのトップ全員がこの場に揃ってるってことだ。カズマよ、これは一体どういう状況だ。